東日本大震災により被害を受けられた方に心からお見舞いを申し上げます。この番組では平成23年4月に施行されたいわゆる震災特例法などの税制上の措置について説明します。まず申告、納付などの期限の延長です。青森県、岩手県、 宮城県、福島県、茨城県の納税者の方については、平成23年3月11日以降に到来する全ての税目の申告、納付などの期限が自動的に延長されています。また、これらの地域以外の納税者の方でも、大震災により期限までに申告、納付などができない方は、 申請書を税務署に提出することにより期限が延長されます。次に、所得税の軽減、または免除です。大震災により、住宅や家財などに損害を受けた方は、所得税法に定める雑損控除、または災害減免法に定める税金の軽減免除の、どちらか有利な方法で、 所得税の軽減または免除を受けることができます。また、この大震災により被害を受けた方については、平成22年分または平成23年分のいずれかの年分を選択して、所得税の軽減または免除を受けることができます。では、 まず所得税法に定める雑損控除について説明します。雑損控除とは、災害や盗難、横領により、住宅や家財などに損害を受けた場合に、一定の金額を所得から控除するものです。雑損控除の対象となるのは、生活に通常必要な資産です。 事業用の固定資産や棚卸し資産、山林のほか、別荘や競争場などの生活に通常必要でない資産。価格が30万円を超える貴金属、書画、骨董などは対象となりません。次は控除額の計算を見ていきましょう。控除額は、 一とロのいずれか多い方の金額となります。イは損害額から保険金などによって補填される金額を差し引いた差し引き損失額から所得金額の10分の1を差し引いた金額です。ロは差し引き損失額のうち災害関連支出の金額から5万円を差し引いた金額です。 災害関連支出とは、災害により住宅や家財などの取り壊し、または除去などのためにした支出のことです。震災特例法では、雑損控除の金額がその年の所得金額より多い場合は、控除しきれなかった金額を翌年以後5年間繰り越して控除できます。次に、 災害減免法による軽減免除について説明します災害減免法による税金の軽減免除とは災害により住宅や家財の価格の2分の1以上の損害を受けた場合に所得税の一部または全額が免除になるものです対象となる資産は住宅や家財です ただし、損害額が住宅や家財の価格の2分の1以上であることが必要です。では、所得税の軽減額について説明します。軽減額は適用を受ける年分の所得金額によって違います。所得金額が500万円以下の方は全額免除。 500万円を超え、750万円以下の方は、2分の1の軽減。750万円を超え、1000万円以下の方は、4分の1の軽減となります。適用を受ける年分の所得金額が、1000万円を超える場合は、適用を受けることはできません。なお、 災害減免法による軽減免除は雑損控除と異なり翌年以降に適用を受けることはできませんのでご注意ください。次に還付を受けるための手続きの方法について説明します。ここでは平成22年分を選択して軽減または免除を受ける場合の手続きを説明します。 まず、平成22年分の確定申告をすでに行った方は、公正の請求を行ってください。平成22年分の確定申告をしていない方は、確定申告を行ってください。公正の請求、または確定申告に必要な書類は、1、被害を受けた資産、 取得時期、取得価額のわかるもの。二、被害を受けた資産の取り壊し費用、除去費用などのわかるもの。三、被害を受けたことにより受け取る保険金などの金額がわかるもの。四、市町村から交付を受けた理災証明書です。また、 すでに平成22年分の確定申告を行っている場合は、確定申告書の控えが必要となります。確定申告を行っていない場合は、所得金額や所得控除額のわかる書類、例えば、厳選徴収票や社会保険料控除証明書などが必要となります。そして、 所得税が還付となる方は、還付金振込先の金融機関名、及び口座番号のわかるものです。なお、津波などの被害により必要な書類がない場合は、税務所にご相談ください。また、避難をされている方につきましては、住所地などの所轄の税務所でなくても、 避難所などの最寄りの税務所でも相談や手続きを受け付けています。次に、その他の税制上の措置について説明します。まず、厳選所得税の徴収猶予や還付についてです。大震災により住宅や家財などに損害を受けた方で、雑損控除の適用を受けようとする方、または、 住宅や家財の損害の割合が50%以上で、平成23年分の所得金額が1000万円以下になると見込まれる方は、申請により、平成23年中に支払いを受ける給与等、公的年金等、報酬料金について、厳選所得税の徴収猶予や、 すでに徴収された厳選所得税の還付を受けることができます。ただし、大震災による損害につき、平成22年分の雑損控除の適用を受けた方で、繰り越される雑損室がない方、または、平成22年分の災害減免法による所得税の軽減免除の適用を受けた方は、 源泉所得税の徴収猶予や還付は受けられません。次は住宅ローン控除の特例についてです。大震災により、これまで住宅ローン控除の適用対象となっていた住宅に住むことができなくなった場合には、その住宅ローン控除の残りの適用期間について、引き続き控除の適用を受けることができます。 次に、財産形成住宅貯蓄。いわゆる、住宅財形貯蓄などの利子の非課税についてです。大震災で被害を受けたことにより、平成23年3月11日から、平成24年3月10日までの間に、勤労者財産形成住宅貯蓄。または、勤労者 財産形成年金貯蓄の払い出しを受ける方は、住宅の取得など以外の目的で払い出す場合であっても、払い出しの際、税務署に申請し発行を受けた書類を金融機関に提出することで、これらの貯蓄の利子などについては課税されません。なお、 この措置が始まる前に大震災によって被害を受けたことにより、住宅の取得など以外の目的で払い出しを受け、利子などにつき、所得税が徴収された方は、還付請求をすることにより、徴収された所得税の還付を受けることができます。次に、所得税の予定納税額の減額申請についてです。 予定納税額の通知書を受けた方で、大震災により、平成23年分の申告納税見積額が通知書に記載された予定納税基準額に満たないと見込まれる場合には、予定納税額の減額を申請することができます。個人事業者の方で、大震災により棚卸し資産、 事業用資産などについて生じた損失、いわゆる事業用資産の震災損失がある場合には、次のような税制上の措置があります。震災特例法では、事業用資産の震災損失について、その損失額を平成22年分の事業所得の金額などの計算上、 必要経費に参入することができます。また、平成21年分から青色申告をしている方は、平成22年分の所得において、純損失が生じたときは、事業用資産の震災損失も含めて、平成21年分の所得に繰り戻して、還付請求をすることができます。次に、 事業用資産の震災損失の繰り越し控除です。震災特例法では、事業用資産の震災損失による純損失の金額については、5年間繰り越すことができます。次は、被災代替資産等の特別消却についてです。平成23年3月11日から平成28年 3月31日までの間に大震災により滅失または損壊した建物、構築物、機械装置、船舶、航空機、車両運搬具に代わるこれらの資産の取得などをして事業に使用した場合や、建物、構築物、機械装置の取得などをして、被災区域内において、 その事業に使用した場合には、これらの原価償却資産については、特別償却ができます。次は、特定の事業用資産の買い替え等の場合の、譲渡所得の課税の特例についてです。事業用資産について、平成23年3月11日から、平成28年3月31日までの間に、 被災区域内の土地などを譲渡し、国内にある土地などを取得する場合や、同じ期間内に被災区域外の土地などを譲渡し、被災区域内にある土地などを取得する場合には、一定の要件のもとで、課税を繰り述べる改替変の特例を受けることができます。次に、個人事業者の消費税に関する届出の特例です。 消費税課税事業者選択届出書や簡易課税制度選択届出書などは申告期限が延長されている事業者の方はその延長されている期日までにまたそれ以外の方は指定日までに提出すれば本来の提出時期までに提出したものとして適用を受けることができます次は 登録免許税の免除の特例についてです。大震災により、住宅や工場などの建物や船舶などに被害を受けられた方が滅出したものに代わるものとして、建物や船舶などを新築や取得した場合、その所有権の保存や移転の登記などを行うときは、一定の要件のもと、登録免許税が免除されます。 また、これらの取得のために資金の貸し付けが行われる場合の抵当権の設定登記などについても、一定の要件のもと、登録免許税が免除されます。次は、被災自動車にかかる自動車重量税の特例還付、および、開会の際の免税についてです。被災自動車の所有者の方は、 すでに収めた自動車重量税について、車検残存期間に応じて、自動車重量税の還付を受けることができます。また、被災自動車の使用者の方が自動車を買い換えるときは、最初の車検の際の自動車重量税の免除を受けることができます。なお、書類の提出は、運輸支局、または、 軽自動車検査協会となります。次に、飲酒税の非課税についてです。大震災により被害を受けた方が作成する消費貸借契約書、建設工事の請負い契約書、不動産譲渡契約書については、飲酒税が非課税とされます。最後に納税について説明します。 災害により、財産に相当な損失を受けた方や、国税を一時に納付することが困難な方は、税務署に申請することにより、納税の猶予を受けることができます。震災特例法に関するご質問、ご不明な点がございましたら、最寄りの税務署にお気軽にお問い合わせください。仙台国税局。 関東新越国税局及び東京国税局管内の税務署に電話をおかけになる場合は自動音声案内に従って0番を選択してください。それ以外の国税局管内の税務署の場合は1番を選択してください。また国税庁ホームページでは 東日本大震災により被害を受けられた方の申告、納付などにかかる手続きの詳しい説明や各種手続きに使用する様式などを掲載しています。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。